こんにちは。先月の Yahoo ショッピングのセールの時にある商品を購入しました。それはクリプトンフューチャーメディアの初音ミク V4X バンドルです。この製品、いわゆるボーカロイドと呼ばれる商品で、歌詞とメロディーを打ち込んで初音ミクに歌を歌わせることができるというものです。今回はこの商品の紹介、開封、使用した感想などをお伝えしたいと思います。まず最初に商品について簡単に紹介したいと思います。商品の中身はこちら。音声ライブラリー。このライブラリーの中にはオリジナル、ソフト、ソリッド、ダーク、スイート、イングリッシュが入っています。ボーカルエディター、ピアプロスタジオ、ダウ、スタジオワンアーティスト。ダウというのはデジタルオーディオワークステーションのことです。プレソナス、ソフト音源、500種類以上の楽器。一応ですね、この4つが揃えばですね、あとパソコンさえあれば、いわゆるボカロになれるというものですね。ミュータント、サウンド素材の一元管理。ソニックワイヤー、ボーナスサンプル。一応ですね、今回の初音ミク V4X ですけども、ソフトはこの3つですね、この6つが入ってまして、あとはパソコンさえあればボカロ P になれる準備が整います。次に商品の価格についてです。公式サイトでは22,000円税込みとなっているんですけども、私は2万円で購入しました。さらにポイント還元がありました。詳細はこちらです。これを見ると分かりますように、還元されるPayPayポイントが6200円相当ありますので、実質購入価格は2万マイナス6200で1万3800円となります。次に実際に商品を開封していきたいと思います。こちらですね、商品は。まずスタートアップですね。そしてこちらはインストールガイドですね。Mac と Windows ですね。インストールガイド。これも、インストールガイドですけれども、これは、スタジオアーティストですね。こっちは、V4X と Pia Pro Studio です。あとは、使用許諾契約書。あとは、キャラクターの利用のガイドラインですね。あとはライセンス登録カードが入っています。あとは何でしょうね、これ。厚紙みたいんですけども、これもそうですね、同じです。あとはこれは DVD ですね。そしてこちらはマニュアルですね。これはスタジオ15の、これはアップグレード優待販売のご案内となっていますね。以上です。続きましてソフトをインストールして使っていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。一応ソフトウェアのインストールは終わりました。まあ完全ではないかもしれないんですけども。そして今これ立ち上げているのはですね、スタジオ1というソフトウェアになります。いわゆる DAW というソフトですね。ちょっと使い方はよくわかんないんですけども、とりあえず動かしてみてます。
これ今楽器ですね。エレクトリックピアノです。例えばこれをギター、アコースティックギターに変えるとこんな感じになって。これはいわゆる曲を作るソフトウェアになります。こちらはですね、ピアプロスタジオというソフトウェアになります。いわゆるボーカルですね。ボーカルの音を入力するソフトウェアになります。今試しにですね、ちょっと入れてみたのがあるんですけども、これ再生してみたいと思いますけども。今、おはようっていうふうな言葉をですね、言わせてみました。こちらもですね、使い方はまだよくわからないんですけども、一応ですね、こういう感じで使えます。あと、ここ、鍵盤があるんですけど、鍵盤を押すと音が出ます。あと、これですね。今、オリジナルになってるんですけど、データベース。これをですね、こういうふうな感じで変えることができます。今変えたんですけど、音がちょっと変わると思います。こんな感じですね。まあ、これから勉強しながらやっていくって感じです。以上です。いかがでしたでしょうか。初音ミック V4X バンドル。なぜこの商品を買ったかというと、単純に面白そうだなぁと思ったからです。初音ミックの V4X バンドルを利用すれば、作詞、作曲、演奏、歌を歌うなど、すべてをやることができます。ある意味、総合プロデューサーみたいなもんですよね。ちなみに私は音楽の知識はほとんどないです。でも、今は学ぶための情報はいろいろありますので、やる気さえあればできるのかなぁと単純には思っています。まあ楽しみながらこのソフトを利用していきたいですね。曲でも作ったら動画を公開するかもしれません。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。